おお、この鉱山で見つかった琥珀は恐竜の最初の遺伝子サンプルです。やばいやばいやばい、どっから上がれるの。じゃあ首おかしなことになってるで。首がさあ、そっちはスピノを出すんだろう。うん、あれは出た。いや、でもまだ育てないっぽい。おし、肉食恐竜の餌って持ってんね。ちょっと開けてみるわ。あああ、あ、絶対レックスが勝つやん。やばいやん、これは不公平だ。なんかみんな吸い寄せられるようにここに入っていくんやけど、ちょっとこの部屋入ってみる。みんなが吸い寄せられるように入っていってる、この部屋を。ロッカールームか。ほら、これ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 だよ、ほら作ってるんだよ。抽出できるじゃん。抽出するよ。後ろにガン見されてるけど。いや、盗むよ。うん、ほら全然リアクションしない。うっすリアクションうっす。これもほらフライドさん、え、なになに、あった、ここにも。おし、おー、アパトサウルス。創業者？いつも抽出できるのかな。何それ？ほら見ててね、このホログラフ。変わった？何も？バリアント。変わったん？うん。あ、本当や、ね。本当や、変わった。ほらアパトサウルス。あ、こうやって変えられんの？スピノ。ほら。すげえ。コンプソグナトス。あ、コンプソグナトスだ。ちびっこ恐竜だ。ホットドッグ食べる？ほら、ホットドッグ、ホットドッグ食べる？お、これは何？モサや。モサ？うん。そういえばさ、うん、やっぱりあそこにいた巨大な魚ってモサなんだよ。ちょっと見に行こう。いたね。いただろ？から見えたね。水族館みたいなのなかった？水族館ってか、大きいプールなかった？こっちだったっけ？だったっけ？何やらいい匂いがするぞ。プン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 。何焼いてるんだろう、この人。ちょっと、何をずっと見てんの？わかんない。いい匂いに釣られてきたよ。ホットドッグ屋さんかな？ホットドッグ屋さんかな？ほら、これじゃないの？これ。え？これ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 、ほらほら。プールプール。もう？あった？あ、いるいるいる。いる？いる？いたいた、下にいる。あれ？下にいたぞ、今。あ、いた！ほら、いたいたいた。これ、モサだろ、モサ。やっぱこれモサだろ？もうなんか吠えてるよ。吠えてるよな。ミニコミニコ。すごい声がしたよ。モササウルスガイドっていうのがいるで。まあ、モサだ。こんな簡単に入れんの、ここ。チケット買わずに飛び降りて入ったよ。うわー、でっかいな。水槽もめちゃくちゃでかい。泳げる？見ようか。いや、ちょっとでもあかんって。上がれへんなるって。よく上がれるとこないの。いや、ないよ。ほら、よく見てみよう。じゃあ、ちょっとホットドッグでも投げ入れるか。あ、餌だ。餌だ。ほら、餌だ。本当だ。本当によくあげてんだけど。おお。え、ただのクズ鉄食べへんかって今。ちょっとグラムさんもさ、あそこにホットドッグぶら下げてる気が。ちょっと私横から見てみて。ホットドッグ投げ入れてるし。ふえふえ。マゾ。大丈夫。見向きもしないやん。見向きもしてないけど。ほら、ホットドッグ浮いてる。ホットドッグ浮いてる。食べるかな。ホットドッグ浮いてる。ほら、下にいっぱい浮いてるけど全然食べないわ。虫や虫。せっかく私の7つも投げ入れてあげたのに。うわー、貴重なホットドッグ。人が落ちたぞ。え、ほんとだ。そっか、身投げしたぞ。大丈夫か。食われるんじゃないか。どうしたらいい。ちょっと見守っとこう、うん、食べるんじゃない、モサ。でもあの人もう上がる気ないで。え、ちょっと溺れるよ。直立不動やで。大丈夫、死んじゃう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 。赤くなってる赤くなってる。スタッフー、あ、コテンテコテンテ。あ、まだ餌だ。あー、何やねんあの餌。ホットドッグは、ホットドッグは食べる。プカプカ浮いてる。よかった、私もあの人みたいになるところだって。そうだよ、早く上がろう。危ねー、うん、今日はね、ハイブリッド恐竜を作りたいんだよ。じゃあどこに行けばいいんだ。ほら、カラーバリアントハイブリッド。歴史的な恐竜には全てカラフルなバイオ発光ハイブリッドがあります。シンマチョソフスやったら、なんだって、パラサウロロフスとガリミムス、ラプトル、スティキモロの DNA と草食恐竜の DNA でいけるって。いや、難しい。十分難しいけど。来たよ、さすがに。じゃあ琥珀を抽出しに行こう。この琥珀の採掘場へ。うわー、ジャングルだ。すげえな、ジャングルだわ。この中だわ。これまた違う、これ囲碁だよ。うん、ほらほら、いたいたいた、文字が見えたよ。どこ？この洞窟の中だよ。すげえすげえ。主任やって、聞いてみよう。うん、この鉱山で見つかった琥珀は恐竜のクローニングに使用される最初の遺伝子サンプルです。どうしたハグしてるの。
おーい、話聞いてんね。鶴橋でひび割れた地面を掘ってサンプルを取得しますやって。また5つあるって。ほらなんか1個もう見えるよ。最初の1個、記念すべき1個取るよ。うん、迷路になってるっぽい。そうなの。ポンプソグナトゥスだ。やばいよ、この先行ってみて。ここ、このモヤモヤしたのも入れないし、もうそっち行ってみて。かなり奥深いよ。しかも戻れる。こっち来て。え、線路があるんだけど。あ、ほんとや。イコールトロッコなんだけど、トロッコないし、ほら見て。え、奈落。あ、ここ行けるかな。いや、もうなんか道が断たれてるから無理じゃない。こっちこっち。どうした。すぐ下に続いてるよ。行ってみよう。行ってみて。あ、なんか行けるぞ。マスラニシの罠だとどうする。これは罠かもしれんぞ。経営権を奪おうとしてるんだね。あれ、来たで、反対側にほら。あ、続いてたんだ。続いてたんだわ。行っていいのかな、ジャポンって。怖いね。あ、でも奥なんかあるよ、ほら。ある？奥になんか色が変わってるところがある。見て、下に、ほら、見つけた。あ、あ、あ、落ちちゃった。いいの？じゃあ僕も。おーし、抽出ツールだよ、抽出ツール。死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっとあかん、ちょっとやばい。私もやばい。ハートが。上を目指して、上がるんだ、上がるんだ。上がってる？危ない。危ない。上がれた。やばいやばい。こう僕らこう一生こうしとかんとあかんのちゃう。やばいやばいやばい。どっから上がれんの。じゃあ首おかしいなことになってるで。首がおかしいことになってるで。必死必死。必死。死ぬんじゃない死ぬんじゃない死ぬんじゃない。ちょっと早く早く登ってき登ってき。あ、死んだ死んだね。潜ってる潜ってる。それだ、それだ、おぉ、いいやん。ここはどうなってんの。そんなに喜んでへんっていうフライド。命がけで取ったんだよ。ありがとう。次の話題に行くんじゃねえよ。なんかあるの。地下は何なんだ、この地下は。あそこ、空気があるぞ、ここ。空気がある、空気がある。死ぬ、死んだ。たどり着いた、たどり着いた、たどり着いた。うん、どんな感じ、そっちは。ドアがあるよ。いや、羨ましいな。じゃ僕もなんか牢屋みたいな。牢屋？うん、でも何もない。あ、トロッコが出たよ。やったやん。ここか。うん、もうずっと上だよ。そう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 。よしよし。上だ。で、どっち？登って登って。ここ？うん、そこそこ。こっち側は何な？うん、それ開かなかった。じゃあ乗るよ。じゃあ僕も。うわあ、すごい。炭鉱だ。よし、行くわ。うん。何これ？すごいね。でもこんだけでいいの？多分。無理くり止められた。これレバーは何なの？なんだろう、わかんない。怖くて押してない。押したよ。じゃあ行くよ。うん。まあ、行ってらっしゃい。すごい、やば。いいのかな、このまま乗ってて。怖いよ。すごい光景だ。終わり？迷路だよ、これ迷路。皆さん下に。どんどん深みにはまってってる気がするんやけど。いいんかな？皆さん、すごい地下行ってる。ちょっと、僕も。そこまで来てるんやけど。あら、え、なんで、どういうこと、どういうこと、妊娠だな。ちょっと待って、僕なんかどっかに落とされてんけど。え、湖の底に落とされてんけど。え、なんか違うとこに来たで。ほら、宝箱があるで。なんかオリジナルの本手に入れてんけど。もう私もだよ。あ、ヤンさんいた。私は何日もここで立ち往生している。出口を見つけたかもしれない。もう一度試してみるつもりですって。琥珀が欲しいだけやのに。あ、上行けるよ、フライさん。ほんと？うん、ほんとや。あ、あったぞ。あった？あるぞ、あそこに。もうジャンプして降りようか。お、行こう行こう。あるやん。あったぞ、やったやったやった。なんか滝に守られてるぞ。よかった。飛び込め。スピノ。おー、やった、スピノだ。もういいか。もういいわ、スピノ見つかったから。もういいわ、帰ろうぜ。帰ろう帰ろう。ここ掘れるんじゃない？え、ほら、また見つけれるんじゃない？違う、見て、主任がいる。あれ、繋がってたんだ。泊まりしてただけじゃないの？あ、そうかもそうかも。スピノなんかはね、ここ行けばよかっただけじゃん。あれ、ここは中に、こっちもまたある、どこかに繋がってますよ。あったぞ。あった。でもジャンプしていかないと。これとにかく下を見てはいけませんって出たよ。ほい、いいよ、軽快なステップ、いいよ。でやー、おー、ステゴサウルス、いいじゃん。帰っていくぞ、デック帰っていく。さよなら。でもこの続きがあるみたいで。あんの？いけるかも、いけるかも。先に進める？お、いける。いけた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 、やった。あ、先に進めた。やった、いけた。絶対ある。あれ、あ、あれ、さっき閉じられてたとこだ。あら。あれ、戻れへん。
さっき開かずの前になってたとこだ。じゃあ帰って抽出しよう。うん、僕どうやって帰ってるかな、また。まあでも4つ見つけたからな。うん。また4つという中途半端な。パス太郎に見えてきたね。ほんとだ。さあ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 、スピノをちょっとさ、復活させようぜ。そうや、スピノだ。スピノあったぞ。ちょっとスピノ。レシピ見てみるわ。うわー、スピノのサンプルあったぞ。スピノサウルスの DNA3 と、DNA ダイガニーと肉食恐竜の DNA、うん、それじゃスピノじゃなくてさ、うん、ハイブリッド恐竜を作ろうと言ってたんだよ。新マチョソフス新マチョソフスやったら作れる。インベントリーの中がごちゃごちゃしてる。できたできたできた。ほらティラノの卵、これも持ってこう。うん、動物好き。X とさ、スピノ戦わせようぜ。到着、うん、まず、うん、ハイブリッド恐竜出すわ。うん、いくよ、うん、うわすごい。出すよ、うんうん、おーし、なんかヤガラシの卵がついてる。やった。へえ。これがパラサロロフスみたいだけど、シマンチョソフだったっけ。トレーニング可能やって。へえ、そうなんだ。じゃあ手なずけられるのかな。あー、そうなんだ。こっちに来たの、かわいい。なんか もらわへんかったっけ、手なずけるやつ。もらってるもらってる、私これ。ほら、トレーニングクリッカーってやつ。これこれこれ、開けてみて開けてみて。なんか叩いてしまいそう。食べないよ。あ、叩いた。まあいっか、じゃあスピード出そうか。ポケモンバトルみたいにしようぜ。恐竜ワールドさあ、そっちはスピードを出すんだろ。うん。あれ、あ、出た出たな、スピードだ。じゃあこっちも出すよ、いくよ。でもまだ育てないっぽい。よし、ほらちっちゃいよ。こんなん持ってんねん、ほら、肉食恐竜の餌って持ってんねん。へえ、いいじゃん。ちょっと開けてみるわ。あー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 お、大きくなっちゃった、大きくなっちゃった。一気に。これさ、まだ餌ある？スピノにもあげて。うん、わかった。え、でかくなった。や、やったよ、やったよ、餌やったよ。スピノは足りないんだわ、足りないんだわ。もうないの？うん、ない。絶対レックスが勝つやん。やばいやん、これは不公平だ。あー、やばい。これはむごい、これはむごい。あー、やばい、これはむごいぞ。これは逃げてこい。逃げろ、早く逃げろ、スピード逃げろ。こういう時のパーツ。おーし、眠らしたぞでもすぐ起きちゃうよ。そういう時に、うん、この捕獲器だよ。今救出するぞ、救出するぞ。はい、早く入るんだ。おーし、なんとかスピノを守ったぞ。もうむちゃくちゃやな、戦わせようとしてたね最後は助けるというこんなにレックスが急に大きくなるとは。あ、あるある。あ、懐いてる。ハート出た。ハート出たよ。ん？一回しかあげれないの？一回だけっぽいな。ま、大きくなるんだよ諦めた諦めた。この辺いっぱい草生えてるからなさっさと乗ってさあ、ほら乗りな早いよ。